In your area。 どうも、ケイクマガでございます。プライベートカーセックスラジオ、第13回でございます。今日は2000 ごめんなさい2021年の2月20日、土曜日でございます。ね、皆様1週間お疲れ様でございました。引き続きでございますけれども、ただいまこちらプライベートカーセックスラジオ憎しみレコーズからお送りしております。で、今年2021年ケイクマガは、活動この名前で始めまして、10周年ということで、ずっとね、今までに作ってきた、EP のシリーズ、音源のシリーズ、をこちらでかけながら、オーディオコメンタリーを初期作からねずっと順番にやってまいりまして、でね、今回は、いよいよでございますね、EP5、 5枚目の EP、プセウデピグラファという音源のオーディオコメンタリーを本日やってみようと思っております。よろしくお願いします。ね、いよいよ5枚目の EP なんですけど、これね、まずその今かかってるのは、これはね、昨年末2020年の年末にリリースいたしました、アルバム、プライベートカーセックス、このアルバムの最後に収録している、ルルという曲を今お聴きいただいているんですが、この曲がね、入っている音源が、この5枚目の EP プセウデピグラファーになります。1曲目に入ってますね。このね、やっぱりスペシャルな曲に今回プライベートカーセックスの最後に入ってるんですけど、これがね、プライベートカーセックスのアルバムの方向性を決定づける曲であったので、ちょっと今これをかけながらでございますね。ね、その5枚目の EP プセウデピグラファー、これはねリリースが、2018年、3月の10日にリリースしておりますプセウデピグラファ、このね聞き慣れないタイトルはね、これは義典という意味でございます。義典というのはその、偽りの典、辞典の典ですね、偽りの書ということでございまして、まあ、義典っていうのは、まあ、その、ね、いわゆる、ね、アブラハムの宗教と呼ばれる、まあね、わかりやすく言うと、要はその、今でいうユダヤ教の聖書あるじゃないですか、ね、キリスト教圏の人たちが、旧約聖書と呼ぶものですね。聖書に、いわゆるその聖典、正しい聖典っていうもの、それから、外典っていうね、外付けになるものっていう、位置のものがそれぞれ、ありまして、でその2つから漏れたもの、ね、漏れ落ちたものを総じて義典と、現代においては、まあね、半ば便宜的にね、それを義典ということに、読んでいるということですね。で、申し訳ないですけど、今外でね、芝刈り機が、うちの庭師が今芝を刈っておりまして、その音がちょっと入ってたら申し訳ないですね。ちょっとノイズが少しあるかもわかりませんが、聞こえる？芝刈り機がね、ちょっとうちの使用人に今芝をすみません、団地です、すみません。ね、プセウデピグラファ、そういうタイトル、義典
ていうタイトルになっておりますね。早速、聞きながら、オーディオコメンタリーを試みたいと思いますが、今回もちょっとこれ長いのかな、申し訳ない、いっぱいやりながら、のんびりやりましょう。ああ、うざす。ケイクマガでございますよ。では、行ってみましょう。1曲目、ルルでございます。空っぽだった苦しみや眠る前の血の乾き今日ももうちょっとで は、まあこれまたね特別な歌俺にとってねでございましてね、先ほど申し上げましたけどもね、プライベートカーセックスの最後にも、このルルを収録しておりましてね、その違いもちょっと聞いていただけるとと思いながらなんですけども、やっぱりねプライベートカーセックスの方はね、このルルが最後に入っていて、そして1曲目にサイクロプスの足がああいう形で入っているっていう、あの2つの曲っていうのがあのアルバムのカラーを決定づけていると思います。うん。でこの曲ルルの歌詞っていうのは本当にもう近年の今の俺のねメッセージ、うん、伝えたいこと、本当そのまんまがテーマになっている曲でございまして、わからない心のまま混ぜてそれを半分ずつっていう願いがございます。でね、そうね、これタイトルのルルっていうのはいわゆる西洋の方の女性の名前に使われますね。ルルでございます。これはね、だから女性名っていうことで言うと、ローザ、コートニーに続くものでございまして。まあね、つまりその、あれですよ。まあ強い思い入れ、うん、それから強い思いの丈、愛を持って書いておりますね。はい。で、このルルっていう名前は、なぜこの、名前をつけたかと言いますと、これね、ルルっていうのが語源がね、いろいろ諸説ございますけども、ララバイから来ていると、でララバイっていうのは子守歌でございますね。でこのララバイで、このララバイ子守歌のこのララバイの語源が、これもまた一説によるとRelease a by、 こう悪魔よされっていう、親御さんが子供を寝せつけるときに昔言ったとされる、言われている地方がある、うん、魔除けの言葉でございまして、でその Release a by から来ていると。うん。それでこのアルバムプセウデピグラファーの一番最後にはね、リリースアバイというタイトルの短い子守歌を収録しております。でね、そのリリースアバイの方では、このルルの、最後アウトロー部分、ここですね、このリフレイン、このメロディーを
使ってるんですね。でこのメロディこれですね、これはあれです。だから実際に俺がね子供を持って、その子供が小さい時に、寝せつける時に歌っていたオリジナルの子守歌がこのメロディーなんですよ、なのでこれがこういう形でついていて、なのでアウトロはお休みなんですね。というところでねえ、なかなかああそうなんだっていうことなんですけど、そうこのあたりもね、なんだろうな、ラブソングでありながらねえ、そして俺みたいなもの生き物でありながら業を肯定しながら生きていく、そしてぐちゃぐちゃになっていく、そして人と会う、それを混ぜて半分ずつなんだという、なかなかねまあね究極のところではね同意を、全ての人に同意をいただくためにやっているわけではないので、ねでもよくできてると思います。あざす、ケイグマです。飲みましょう、ちょっと飲みましょう。はい、ルールが終わりまして2曲目タラバボーイでございますね。こんな感じ、タラバボーイ来るか、おう。タラバボーイでございますね。これはね、もう本当ね、声を大にして言いたいですけども、やっぱねクソみたいなグランジソングをやりたいでございますよ。ね、大事なことなんでもう一回言いますけど、やっぱねクソみたいなグランジソングをやりたいですよね。で、ちなみにねこのタイトルのタラバボーイ、カニタラバというのはあれですね、タラレバのタラバ、タルナラバですね。俺たち人間は強欲だなという歌でございますね。これね、これもライブでやってないな、この曲。ねえ。いいドラムスとやりたい。あ、そうだ、ドラムの話とかでね、ちょっとね、あれですよ。ねえ、ドラム全部俺叩いてるんです。音源はね、その憎しみレコーズ、ケイクマ側に憎しみレコーズ名義で出したものとか以外は、そうこれ言っとかなきゃ、ちょっと3曲目ジェイソン・モリーナズ・ブルースが始まりますね。この曲は大変に美しい曲でございますね。
ジェイソン・モリーナズ・ブルース、ジェイソン・モリーナのブルースというタイトルなんですけども、このジェイソン・モリーナというのはね、もう何年前だっけ、2000何年か亡くなった、カナダの、ミュージシャン、シンガーソングライターの名前なんですけど、大変に、敬愛しておりまして、ね、マグノリア・エレクトリック・カンパニーというバンドをね、やってらっしゃったんですけども、そうですね、この曲に利点ね、先ほど言ったあのプセウデ・ピグラファー、うん、義典という意味なんですけども、義典という歌詞がこの曲に出てきますのでね、まあ、そこからここのアルバムの EP のタイトルはプセウデ・ピグラファーになっておりますね。そこにはいろいろな、もちろん思い入れが、はい、ございます。これね、聞こえるかしら、ちなみにこの曲のね、リズムパート、ドラムスと言っていいのか、うん、これはね、バケツにね、土を、泥をね、組んできまして、でそれをね、鉄製のスコップで掘る、突き刺す音、うん、をリズムトラックにして録音しております。うん、これはね、遡ること今から20数年前、10代の終わり頃か20代の20歳頃ですかね、俺がですよ、俺にもそんな時代があったんです。その頃にね、一時期仕事辞めて実家にまだ住んでましてね、で実家の地部屋に、いわゆる引きこもりですよね、これは引きこもっていた時期がありまして、でね、その頃には本当にね、もう一日中ギターを弾いて、そして当時はね、カセットテープを使った録音機材ですね、カセットテープの MTR に、ずっと地獄のような音楽を録音し続けていた、ちょっとおかしくなって言ってたんでしょうね、今はおかしくないみたいに言ってますけども、そういう時期があったんです。でその当時にね、同じように土をスコップで掘る音を使って曲を撮ったことがありましてね、そう、それを今回、この今回じゃないな、このプセウデキピグラファ制作時にね、思いを馳せる部分があって、再度やってみたんです。そうだな、あの頃の俺は本当に田舎の何もないところに引っ込んでね、当時インターネットもありませんから、本当に世界にコミットする手段が何もなくて、でもやってたんですね。あの頃の俺は、ジェイソン・モリーナの音楽のように美しかったんじゃないかと、今にして思いますね。あの頃の俺を救ってやりたいと思って、今気を吐いてやっているのかもしれません。はい、すいません、あざす。そういうふうに思いますね。いい曲だと思います。当時はこういう 曲が書けなかったですね、まだ。はい、4曲目、ハートブレイカーという曲ですね。ハートブレイカーはまんまですね、ハートブレイク、こちら失恋の歌でございます。
わゆる失恋の歌でね、それこそロックンロールの本懐でございますし、世の中にはねポップソングとしてもね数多ある失恋の歌あございますね、うん、で俺はねその失恋の歌がねなんかこう美しい思い出かもしくはそれによってこう傷ついた惨めな自分っていうこのどっちかでしか歌われないのが大いに不本意なんですね、だからそこがねどうなんだろうね。少なくともこれを書いた当時は今よりももっとそういう失恋の歌がなんか綺麗になっちゃうことに対してすごく気持ち悪さを感じていたんですね、うん、なので、いい意味でもっと気持ち悪い失恋の歌を書くべきだと個人的に思って、ね、もう直球ですよね。もっとエロいことをやりたかったっていう後悔をね歌う曲でございますね。そうだからこういう気持ち悪い声で歌ってるんですね。そういうことがこれをねプセウデピグラファーを作った当時の俺にとってはすごくリアルだったですね。うん、ということは考えますよね。愛ってさ、ねえ、なんだろうな、愛を美しく書く、愛は美しいものだからね。ただ愛が美しいっていうその前提の中に醜いものがちゃんと入ってないともう収まりが悪いんですね、俺個人的にね。なのでそういうことはそこの辺はね今も考えますね。そうだからねこれそうやってねえ、まあ基本的にはこういうねえソウルの美しい楽曲のような体を今こんなになっちゃうけど借りながらねえ基本的にはね、エロいことエッチなことをもっとチャレンジすればよかったっていう後悔を歌ってる歌なんですね。ぶっかけたかったみたいなことを歌っていますね。はい、はい。でもねえ、なんでしょうね。だからでもこのプセウデピグラファーから、数年後ですか、でも俺は例えば I Heart You という曲を書くことにもなるんですよね。でだから思いますね、全ては大いなる時間、ビッグタイムね、大いなる時間の中に全てはあって、で俺たちはね、いつまでもアホなんだなと思います、ちなみにそうね、この曲はねほらギターが難しいのでライブではできませんご了承ください。ハートブレイカーでございますね。Call San Francisco.
とミックスが甘いですね、はい、すいません、うん、やっぱりねこのクソみたいに分厚いコーラスかなあるでしょ、レメレメレメってやつね、あそこがね無駄にドラマチックで笑える曲なので、もっとコーラスのボリュームを大きくする必要がありましたね今聞くとね、ね、ちなみにこれブラックホールサンフランシスコ、うん、タイトルはね、ね、俺敬愛するサウンドガーデンっていうグランジバンドがいましてね、でそのバンドの名曲ブラックホールサンっていう、こっちのサンは太陽のサンなんですけどという曲があって、その言葉遊びでございますね、うん、やっぱ真っ暗闇のサンフランシスコみたいな相反するなんか この曲のね曲調とリンクしていると思います。ちょっとトイレ行っていいですか先生ちょっとトイレ行ってきます。一部天皇陛下のウエスタンブーツとかそのあたりの下りっていうのはこれね、実は未発表曲がありましてね、未発表曲のね、メタトロニア、うん、ごめんなさい、メタトロニアの猫っていう未発表曲があるんですけど、これは音源にも入ってなくてライブでもね、ライブで多分 1,2 回やったことがある、曲がありまして、そう、その曲の歌詞から拝借してますね、これ。うん。あの曲、そうですね、何らかの形で、はい、出したいと、そのうちね、思っております。ブラックホール、サンフランシスコ。うん。ねえ。そうそう。さっきちょっと話がそれちゃって。あのね、なのでね、これそもそもの話を、ね、EP1 のサニーの初回の時にね、するべき話があるんですけども、ちょっととりあえずね、今、ブラックホールサンフランシスコ終わって、リリースアバイ。そうです、これがリリースアバイ、ルルのところでね述べた通り、なんでしょうね、オリジナルの非常にプライベートなね、子守歌なんですけども、あのね、なんじゃろね、当時のことを思い返しながらもありますけども、今でも強く思うことがありますよ、うん、あのね、生きていく中でこう起こり得る、矛盾だったり、後悔だったり、美しい感情、うん、醜い感情、うん、怒り、憎しみ、慈しみ、
とか愛、欲求、そういうものの混沌がね、混ぜ合わされてミキサーから漏れ出てくる、流れてくる、そのドロドロの心がこう人と人が、あ、終わっちゃった、人と人が出会ってね、つながってね、美しく醜く混ざると、俺はやっぱりそれがロックンロールだろうと思うんですよ、今でも。はい、うん、だからこのアルバムはプセウデピグラファーは、うん、ロックンロールだと思います。うん、そうそう、ということをね、最後に申し上げておきたいと思うんですけど、そうで、さっきの話の続き、何回もあちこち言って申し訳ないです、あのね、これサニーの第1回 EP1 サニーのね、このオーディオコメンタリーのシリーズの一番最初でちゃんと申し上げておくべきだったんですけどもね、これ大前提でございますけども、このね EP のシリーズに限らずシングルやらも含めましてね、大前提としてこの自主制作の音源なんですよ、これらはすべて、うん、で、すべての、レコーディング、エンジニアリング、それからデザイン、それから CD のね調整、から果てはね、ジャケットのこうプリント印刷、それからかかる製本作業にね、もう袋詰めまで、全てこのケイクマ川が一枚一枚手作業で、作っております。でね、大事なのはそのかかるレコーディングについてもね、本当一部を除いて、一部っていうのはそのケイクマ川に憎しみレコーズ名義で、憎しみレコーズというまんまタイトルの、音源を一枚作ったりしているんですね。これは、俺がエレクトリックギターとボーカル、それから、ドラムをね、大石垣、がやりましてね、バンド編成としての音源を作ったり、はたまたそのライブ版においてはね、ゲストとのコラボレーションを収録したものなんかもありますんで、このあたりが一部ですね。この一部を除いて、これまでの EP のシリーズなんかは全て、ね、楽器の演奏も全部ケイクマ川が一人でやってるんですよ、だからドラム、ベース、なんじゃかんじゃね、もの果てはスコップまで持ち出して、バカげてるんですよ、そうなんですよなので、なんだろうね、かかるそのね、音源のクオリティっていうものに関しても基本的にはね、いろいろ思うところはあるんですよ。綺麗に撮れることが目的でもやっぱりないの、俺の場合はね、ないので、いろいろありながらっていうところで、やっぱね、ビシッと今を出し切るための労力みたいなところで、この、5枚目の EP プセウデピグラファーは、そう、大変だったんです、作るのが。ね、今聞くとね、なんかだって1曲目ルルの頭の方で結構音が外れたりしてるのはどうなんだと思うんですけども、でも、聞いていただけると幸いでございますね。本日は長くなっているんだろうな、これな、そんな感じでね、本日はこれね、2018年リリースケイクマ川の、5枚目の EP でございます、プセウデピグラファのオーディオコメンタリーをお送りいたしました。ちなみにですけどね、このだから、前回の EP4 ザ・モダン・ラブと今回のプセウデ・ピグラファの間にもね、ライブ音源を出してるんですよ。で、それはね、
The Sweet Hereafter というタイトルで、これはジンと CDR ライブ音源が一緒になった、一応ジンとして発売した分ですね。うん、だこれも前回の放送で述べた通り、ライブ音源ということで、今回オーディオコメンタリーはいたしませんけども、この音源に収録されたその The Sweet Hereafter という曲が今後シングル、として、しかもスプリットシングルをね、このプセウデピグラファの後に出してまして、銀河と The Sweet Hereafter という2曲が収録されたスプリットシングル、1曲目の銀河は、日の馬というバンドがやってます。で、2曲目 The Sweet Hereafter を K 熊川 in 憎しみレコーズ名義でやっているというシングルをこのプセウデピグラファの後にリリースしてますんでね、これをね次回オーディオコメンタリーしてみたいと思います。うん、この辺りからね、本当このね、俺の中ではこのプセウデピグラファ、今回のプセウデピグラファから、後半戦だなという感じなんですよね。なんか俺の中でこっから怒涛のそんな感じです。アザス。